名古屋市名東区の私立中学校で今年8月金庫からなくなっていた PTA 会費が教師の机の中から見つかりました封筒にはもともと入っていたおよそ13万円がそのままの状態で残っていたということで市教委は詳しい経緯を調べていますヤフーニュースのトップは消えた PTA 会費が見つかったというニュースでしたね ですね。ね、SNS では推理大会が繰り広げられて、<laughs> ミステリーという流れみたいな、こ、はい、んな感じですけどね。今公開中ですけれども、うん、はい。ではこの経緯を見ていきたいと思います。はい。えー、名東区にあるかなれ中学校での出来事です。各学年の PTA 会費をそれぞれ封筒に分けて職員室の金庫に入れていたんですけれども、はい、まあ合計が九十一万一千六百円と,いと結構ありますね。そうですね。これを保管していました。はい 先月1日2年生の PTA 回避の一部である13万1000円が入った封筒がなくなっていることが分かったんですが学校が市の教育委員会に報告したのは1か月以上経った今月13日だったということで報告が遅れたわけなんですね。うんうん、でまた金金庫庫には通帳や印鑑も入れているるそうなんですが、はい、この金庫のある 職員室に防犯カメラありませんでした。いはい、で、さらに、会費が消えたことが発覚した。先月1日まで。金庫は施錠されておらず。<う>校長や教頭の許可があれば、誰でも開閉できる状態だったということなんですね。鍵なし。そうなんですよ。ちょっと常識じゃ考えられ。そうですよね。ねで、今は。うん はい、あの鍵が付いているということで、これがノーマルですよね。ね、はい、世間でいうと。許可を得た上で、鍵を貸し出す形に変更したということなんですね。うん。うんうん、ね。なんか、ね、もやっとしたものがありますよね。もやっとしかしないですよね、これは。うん、はい、で。はい、この紛失したお金がどうやって見つかったのかと言いますと、こちらです。はい。今月二十日の夜。とある男性教師が。自分の机の中から。 お金が入った封筒を見つけました、はい、そして翌朝校長先生に報告していますでこの男性教師は PTA 会費を管理する立場ではなく本人は知らなかったと話しているということですで市の教育委員会によりますとお札の番号まではメモしていなかったのでそれが同一のものか定かではないものの封筒は元々のものと同様だったということなんですねで、紛失した後 学校は被害届を出していて今のところ被害届は取り下げられていません教頭先生は警察の捜査中でコメントできまませんと話していますうん、まあ、学校という学びの場そして先生方にとっては職場ですよね、はい、1>, で1ヶ月もたってこんな風な展開を見せてとていうことで、まあ、捜査はこれから継続するということなんですがこれはやっぱりはっきりさせてもらいたいですよね。谷さん ななかなか難しいですねあの、うん、警察がどこまで,です、ね、関与するのか、うん、あ例えばその出てきた封筒から指紋取ってで全職員の方の指紋と合わせれば何<ー>かの流れは出てくるかもしれませんけども、はい、果たして学校はそれを望んでるのかどうなのかということもあると思うんですね望まれてないのにあんまり警察が被害取るから出てるからといって告、うん、訴告発でもあれば別ですけど。うん ちょっと難しいところですね。うん、その辺は学校側と、まあ、相談するというか。そ,うね、そんな形ですね。さあ、うん、この。誰が、何のために、こんなことしたのかなって。ええ、本当わかんないですね。うん、やっぱり、なんか、こう疑心暗鬼に、みんながなってしまうという。嫌、うん、な感じが残る。ですね。話ですよね。ねただ、僕ね、一つ気になったのが、これ、保護者の立場になってみると。お金って大事ですよね。はい、だけど、この職員室って、いう場って。お金と同じぐらい、大事なものがあると思いません。 生徒の成績だとか、うん、それからそのプライバシーに関わる個人情報,情報です、うん、どんな扱いをされていたのかっていうのはちゃんとしてればいいんですけれど金庫に鍵かけてないぐらいですからねんなんかね僕が保護者だったら心配ですねそこのところかなり心配確かに、うん ちょっとやっぱりしっかりしてもらいたいなというところです,よね,ですね。あの金庫はもちろんですけれども、うん、やはりあの先生の机もしっかり鍵かけるとか、そ,<う>それは徹底してほしいですよね。普通はやると思うんですけどね。はいはい。はい。え PTA 回避見つかった証言お伝えしました。はい